こんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。前回ね、ナミさんから雪道をもう進むね、車の動画を送っていただきました。まあそれと合わせてドライブ動画ですから、ナミさんがね、いろいろとお話をしてくださったんですけども、あのお話の内容はね、ちょっと今回はさておいてにやって申し訳ないんですが、あの映像を見てね、私思い出すことがあったんですよ。それがですね、トラックドライバーの苦悩といいますかね、喜びとか楽しみとかの憧れとかですね。何かっていうとね、昔トラック野郎っていうね、あの映画とかね、そういったテレビドラマシリーズってあったと思うんですよ。菅原文太さんが一番星みたいなね、そんなあのデコトラって言って、ものすごくデコレーションしたトラックとかトレーラーでガンガンこう走っていって、いろんな街に起こるエピソードに巻き込まれて、まあ男気で解決していくと。でちょっとだけね、あの恋も生まれるみたいな、そんなドラマだと思いますけども、私が小学生の頃に全盛期だったか、それとももう終わる時だったのか、中学の頃にはすっかりね、そうやったトラックを主人公としたドラマっていうのはなくなったような気がします。それから大学に進むに従って、私も運転をする機会が増えてね、車を止めるいわゆるそのサービスエリアとかっていうのもありますけども、トラックステーションがね、結構楽しかったような気がします。大きな場所にもう飲食店が詰まっていて、娯楽施設が詰まっていて、書店もあったりとかね、で仮眠室もあったりとかして、シャワーも浴びれたりとかね、もうなんか一大テーマパークだったような気がしますね。でそこにはいわゆるトラックのね、すごくデコレーションしたやつがガン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 止まっていて、その中で寝ている、まあ何ですかね、運転士たち、運転士っていうね言い方をさせてもらいますけども、いやーかっこよかったですね。ああいう風に腕一本、トラック一台で全国を渡り歩く長距離ドライバー、いやでもね、ご苦労は絶えなかったと思います。うん、なんか歌うヘッドライトっていう番組がラジオで朝5時ぐらいから始まるんですけども、なんかね、そのトラックドライバーさんの連携とかね、通信とかね、無線とか、それから団結力とか、同じトラックドライバーじゃねえかみたいなね、そんななんかね、わびさび男節があったのかなっていうことをそのドラマに感じましたし、運転免許を取った時にね、トラックドライバーさんのことを直接はあんまりご存知なかった、私は知らなかったんですけども、なんか知るに従ってね、憧れみたいなものを感じたもんです。さあそれでトラックドライバーさんといえば、こっからはね、いきなり私の体験になるんですけども、昨年の夏、私のところにあるアラフォーの男性がね、私の朝のライブ放送を知ってご連絡くださったんですけども、その年の瀬恋愛が始まって、そんなエピソードだったと思います。その方が確かね、40代ちょっと過ぎたあたりで、年収350万円のトラックドライバーで、そこにアルバイトに来た24歳だったか女性とちょっとね、あのいい感じになってお付き合いしましょうかっていう時に、女性の方が、私はもうね、今回の恋愛結構いろいろと知り合って仲良くなって2年3年過ごすうちに、結婚だの出産ってことを考えたらもう30みたいな感覚なんですよと、だからちゃんと付き合っていきたいっていうことだったんでしょうね。でその内訳に男性のも痛く感動して、じゃあこの年収じゃダメだなと、頑張って稼がないとってことで速稼塾に入ってくださって、それから少しずつお二人でね、頑張って稼げるようになって、世帯年収まずは600万と、でゆくゆくは800万というふうに育っていきたいっていうことだったんですけども、なんかどうやらね、本気でご結婚されるような形になるみたいで、その男性の方はトラックドライバーを続けながらその女性とも交際して、その女性の方はそのトラック会社のね、事務かなんかで入ってきたらしいんですけども、そっちの方しっかり仕事頑張って、まあ交際はね、会社の方の限られた方にはお話してるんですけども、ほとんどの方にはちょっと知らない状態みたいなんですよ。それで2人でコツコツとあのビジネスの方も、今はね、転売をなんかずっとやってるそうですけどね、そういうのをやったりして、それからそのうちコンテンツ提供とかもやってみたいってことなんですけども、いまいちまだね、あの自分が実際にインターネットで顔を出したりとか、あのお客さん集めて商売をしたりっていうところには意識は向かってないみたいなんです。だから今あの最もね、結果の出やすい、でも手数の多い転売っていうのをやってますね。
で、やってみて思ったのが、転売は長くは続かないっていうことだったんで、コンスタントに利益は取ってるみたいですけども、徐々に、やっぱり、醍醐味であるね、コンテンツ販売の方に行くということだったみたいですけども、今年に入って、その方のことを、ちょっと思い出すことがあったんですけどもね、もう多分、でも、何か、新しく方向転換しない限りは、私のことに、なんか相談に来ることはないのかなっていうところですね。まあなんかこう、ご結婚する際は私はね、呼んでもらえるそうなんで、それを楽しみにしております。まあ、トラックに関しましてはそういうことですか。はい。ナミさんの動画を見ながら、トラックドライバーさんってのは、私が幼い頃と違って今、状況かなり厳しいんだろうなっていうふうに思ってるところです。ナミさん、トラックドライバーの皆さんに関してなんか思いがありましたらね、またお聞かせいただければと思います。すごい大変な仕事ですよね。はい。じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。